こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は赤しそジュースの作り方を紹介します。用意する材料は赤しそ、お水、砂糖、リンゴ酢です。赤しそは茎から葉だけ切り取ってしっかりと水洗いをしていきます。お鍋に水を2リットル入れました。これを沸かしていきます。沸騰してきましたので、シソの葉を入れます。そのまま3分ほど煮て、赤シソの色が赤から緑に変わったら、すぐに取り出します。葉っぱがこのように緑色に変わってきたので取り出します。取り出したシソの部分からもまだエキスが出るので、こちらをちょっとこしていきます。このこした分も先ほどのお鍋に戻します。お砂糖を入れていきます。今回は糖質制限をしていたりダイエットをしていたりする人向けに作りたいので、お砂糖は少しにします。甘いのが好きな方は量を加減してください。お砂糖が溶けたら火を止めます。最後にリンゴ酢を入れていきます。リンゴ酢は少し甘みがあるので、この分でも甘さを足せると思います。さらに甘くしたくない方はレモン汁などを入れてください。リンゴ酢を 150ml 入れます。お酢を入れることでこんなに鮮やかな色に変わりました。こちらで粗熱を取ったら出来上がりです。
この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。